ルルルルン。おう、力がみなぎってくる。結界が破られたゲロロン。世界は我々妖怪のものになるゲロ。まずは手始めに貴様らを喰らうてくれるゲロ。そんな語尾やったっけ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで妖魔界から帰ってきたけん、桜台一小学校に向かおうか。ゴー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 。え、桜台一小学校ってあれやないん、雲海峡で行けたんやないん。もうなんか降りてきたけんいいけどね、すぐそこやけんあれやけどね、雲海峡で行けたやん。ちょうど雲海峡の隣におったのに何やってんだ。ほんと？あ、おったおった、真央くん。アイラちゃん、なんだか嫌な予感がするんだ。まだ何も終わってない、これから始まるって予感が。え、なに？これは…なに？どうしたの、ウィスパー。まあ…あたりに強い妖気が満ちています。一体なぜ？え、解決したんじゃないの？やれやれ。おバカさんたち、まだ気づいていないのかい？君たちが妖魔界に乗り込んでいるうちに、あいつの手下が町の結界を壊したのさ。今じゃこの桜町全体が、強大に妖怪のパワースポットってわけ。ほら、近づいてくるよ。え、なに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 ？え、三つ股の術。我が眠りを妨げるのは誰ギョロ？え、眠りから覚めたんすか？あれは？ギョロロロロロン。おう、力がみなぎってくる。結界が破られたゲロロン。世界は我々妖怪のものになるギョロ。まずは手始めに貴様らを喰らうてくれるギョロ。そんな語尾やったっけ。そこって感じやけど、頑張っていきますか。ん？びっくりした、おせんかった、ちょっと一瞬狙ってこう。目玉は目玉、全然目玉出してくれんやん。今開くんかと思った。違うんかーい。とりあえず一体ずつ叩いてこう。悪い子いねがー。まさかの一番最初の、一番最初やったよね、三つ股の術師って。一番最初のボスが、お、あれ目玉とかなかったっけこいつって。え、やっつけたんもしかしてあれ。ちょっといまいちよく理解できてない。じゃあ次こっち寄っていこう。あれ、やっつけたわけじゃないってことかな。え、わからん、ちょっと。わからん。何あの下。なんか下がしとんやけど。よし、頑張って。ヤマタノオロチ。まあ、だって体力はね、まだまだ。え、何も減ってなくない？体力。あ、来たよ。目玉来たよ。はい。中狙って。中以外はダメージ与えれんねやっけ。もしかして目玉と下？ダメージ与えれるの。お、めっちゃなんか攻撃してくれよる。いいね、みんな。勇気だね、みんな。フシフシドレイン。最高潮はまだいいか。ルシニャン。何？あ、忘れんかった。おし、ケイ。かつお節切り。かわいい。閉じる？あー、閉じた。閉じたってことはまたしばらくあれ？何にもダメージが与えられないっていうこと？だってあれ減ってないよね、体力。ほら、何にも減ってないやん。ってことは、いやー、まあ、いっか。あ、開く。え、開いたけど目玉がない。そっか、また別のところってこと。あ、来た来た。へい。あ、そこにもないんかい。これ、一定の数値ダメージ与えられたら、目玉出してくれるってこと？ちょっと出して、はよ。はよはよ。狙いたいんですけど、お、開く、そこだね。来た来た来た。させた今。はい。別に中身狙わんでもいいんか、あれ。中身狙わんでも普通に刺したことになっとんか。よし、行け、旅がパー。
激流一戦あと半分ぐらい。やめ。よし頑張るぜ。ちょ今のうちにいっぱい技出しとこう。まだ閉じないで。あ打てない、全然打ててない。ほらいけ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 、閉じる前にいけ。カツオ節切り。よし、オロチも、オロチも頑張って。ちょっとあ閉じる。ほら、間に合ったかと思ったのに。くそー、ヤマタのオロチ、くそ閉じるなよ。お、なんか強力な技を出しそうな感じがする。猛烈三つまた撃。あこれ全体攻撃だね。おやめ。ちょみんな頑張って頑張って。いっぱいダメージ与えて。そこ違う、次どこに来るかな。こっちかなね。真ん中は左ってきたけん、次は右あと踏んでとりあえず狙っといた。ほい、違った。ってことは真ん中か、真ん中。おオロチがもうすぐ溜まるよ。開け開け、来た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 。はいオッケー。回しよった。回しよった。もうちょっとで、もうあとちょい。頑張って山田のオロチ。いい感じいい感じ。次生ハゲがたまりそうかな。じゃあみんなじゃんじゃんダメージ与えてって。うん、いいよいいよ。今回のこの開いとる間にいけるかな。あやっつけれそうじゃない。あいける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 、いけよいけよ。はああとちょっと。え、なに？攻撃して。お、やったー、いけたよー。よっき、ふー、勝利ー。結構レベル上げとったけど苦労したってことは、最初から比べたらめっちゃね、パワーアップしとったってことやんね。恐ろしや。攻めの秘伝書ゲットー。おお、二度もやられるとは、なんたることギョロ。だが、この街に満ちてゆく妖気、イカカムネ様が蘇るギョロ。マジで？そっちも蘇るん？やめてよ。だってこれよりさらに強いってことやろ？おい！あいな。妖魔界の奥に眠っていた妖怪たちが人間界を目指している。それに、お前が倒したはずのあいつが蘇って。嫌な妖気を感じるよ。この街全体を覆う嫌な妖気をね。え？あいつがこの街の妖気を狙ってるんだ。ウィスパー、どうしたらいいの？残された手段は一つしかありません。何？妖怪エレベーターを閉じましょう。あ、まあ、一応これ以上の進行を防ぐためにってこと？おやおや、思い切った決断だね。本当にいいのかい？そんなことをしたら、俺たちみんな人間界にはいられなくなってしまうんだぞ。え、どういうこと？こっちにおるまま閉じるっていうことはできんの？帰らんといかんってこと？どういうこと？妖怪エレベーターは二つの世界をつなぐ扉のようなものなのです。そこを閉じれば二つの世界のつながりは完全になくなります。現在人間界で暮らしている妖怪たちも妖魔界に封じ込められることになるでしょう。そうなんや。そんな。知らなかった。迷っている暇ありませんよ、アイラちゃん。こうしている間にも、妖怪たちは人間界に溢れ出してきています。人間たちはまだ気づいていませんが、それも時間の問題です。気づくことはあるんかな。わかった。やるわ。なんか天変地異的な感じに思いそう。それでこそ私の選んだご主人様です。いいですか、アイラちゃん。この街全体に結界を張り直すのです。もともとあったものよりも、はるかに強力な結界を。桜に歌うに、桜を咲かせるのです。桜を？どうやって？今は夏なんやろ？こんなこともあろうかと、いいものを用意しておきました。何？え？
妖怪花咲かパウダーを手に入れた。そういう感じ？枯れ木に花を咲かせましょう的な。枯れてはないけど。この粉を撒けば、桜の木に花を咲かせることができます。問題は、溢れ出てくる妖怪たちの足止めですが。やれやれ。しょうがないね。人間の味方をするつもりはないけど、この街が好きだから手伝ってあげるよ。お。足止めしてくれるん。俺たちが雑魚の足止めをしている間、お前たちが結界を張って回るんだ。結界を張って回る。アイナちゃん、頑張ってね。いくよ。うん。そうか、今回も君は何もないのか。桜を咲かせて結界を作ろう。ってことで、何箇所かあるってことよね。頑張っていきますか。どこですか。とりあえず、あっちの方面に。どうしたの、お姉さん。どうしようかしら。お花屋さんですね。花について考えているんでしょうか。いらっしゃい。あら、お客さん。ごめんね。ちょっと考え事していたの。近頃なんだか物足りない気がしてきて、新商品を考えていたのよ。もしよかったら少し手伝ってくれない？新商品を？何何？聞くだけ聞くよ。ありがとう。あなたに取ってきてほしいものがあるの。うまそうなキノコっていうのがあれば新商品ができると思うのよ。お花屋さんでキノコですか。斬新すぎて何とも言えませんが。大森山に生えているらしいんだけど、なかなか行く時間がなくてね。生えてる？そこで君の登場というわけなの。取ってきたら私に持ってきてね。キノコ始めました。発生。始めるなよ。何？すごいキノコって言った？持ってなかったっけ？これは？松茸。松茸ならあるん、松茸の方が良くない？ねえ、絶対松茸の方がいいと思うんやけど。え、それは？要はあれ？虫とか捕まえるときみたいに今度は草むらを調べればいいってことかな？じゃあとりあえず、この辺に、なんだおめえ。なんだおめえ。あれ？もしかして次の、え？目的地？枯れ木に花咲かせるんじゃなかったっけ？ちょっと待って。私雲外峡かと思って見に行ったんだけど全然違ったわ。雲外峡は、あ、ちょっと待って。雲外峡はこの辺りにはちょっとなさぎやね。とりあえず一旦小学校まで戻って、でもなんかいいね。この緊迫した感じでさ、人間界が大変みたいな時に、キノコ始めました。よし。大森山に連れてってください。まあ、すぐ裏やけど。ちょっとでもね。どこ？大森神社。多分草むらとか調べればいいってことやろ。またあれかな。ノコギリクワガタの時みたいにめっちゃ時間かかる感じかな。妖怪とかはちょっといいんだよね。妖怪とかはちょっといいんだよね、今。だって、すごいキノコで会っとった。私、なんか、あつ森に引っ張られてない？そんな名前あったかどうかわからんけど。うまそうなキノコやった。すごいキノコじゃなかった。すごいキノコはやっぱりあれか。あつ森か。うまそうなキノコ。やっぱもっと奥の方かな？ちょっと。見に行ってきます。うまそうな、キノコ。こういうところに、これはあれか？上か？こういうところに生えとんやないん。ないな。キノコっていうよりはタケノコって感じかな、ここは。これは木か。この辺。これは木？その辺の境目もよくわからぬ。副車なんかと思った鳥か。この辺は？テントウムシが一匹いるだけ。そもそもキノコが生えてるのとか見たことない気がするんやけど。そんなに見てないだけか、私が。うまそうなキノコよりマツタケの方が絶対
あ、でも香りだけかな。この辺は？キノコが生えてそうな感じも何もしないな。キノコが生えてそうな感じってよくわからんけど。どの辺？こっち行ったらもうあれやん。鉱山に行くよ。鉱山はさすがにちょっと違うと思う。ここは？ない。てかさ、こういう感じで探すんかな？もしかしてそれも違っとったりとかせん？普通に落っこちとるとかそういうわけじゃないよね。すごいキノコ、すごい。ん？違う。うまそうなキノコ、うまそうなキノコ。また間違えた。どの辺にあるかぐらい言ってやね。こういうやつの中とかじゃないよね。やっぱ奥の方なんかな、そういうの。何やってんだ、あの人。へえ、びっくりした。この辺りにキノコがあるはずですが。あ、ちゃんとある場所あったんや。おや、先客がいるようです。譲っていただけないかお願いしてみませんか？あ、このキラキラしてるのがってこと？ん？なんだお前らは。もしかしてこのうまそうなキノコを奪いに来たのか？お前らなんかにやるもんか。これはオイラのだ。いや、まあ、私にとってはもう全然、弱っちい感じであろうけども。ほら、もうかわいそうなぐらいあっという間にやっつけちゃったわ。頑張って、みんな。イェーイ。なんか技出す？旅合羽行くか。あ。あ。技を出す暇もなかった。勝利！あれ、目的地みたいなのちゃんと買い取った？予想はしてましたが、やっぱりこうなっちゃいましたね。でもまあ、これでやっとキノコを取れますね。あ、一応なんか旗はあるんか。うまそうなキノコを手に入れた。イエーイ。これがうまそうなキノコですか。やっと手に入れられましたね。葉っぱ、花っぱのお姉さんに持っていってあげましょう。花っぱって何？店の名前？そんな名前やったっけ？こっちから帰れたっけな。あ、一応、え？帰、う、こっちに渡ってったら大丈夫。オッケー。あー、帰れる。よかった。帰れんかと思った。これで、花っぱのお姉さんに、とりあえずちょっと雲外鏡でワープして、行きます。どこにワープするん？どこにワープ？とりあえずあれか。どこ？あ、桜大将にワープすればいいか。はい、来たー。おし。じゃあちょっとお花屋さんに行ってきますね、私。お。なんかここにも目的地のマークない？あるよね。まあ、とりあえず今これを達成することを頑張ろう。この辺に、あった。ほんとや、花っぱって書いとる。今初めて知ったよ。どう？手に入ったの？花っぱの店員って書いとる。はい。うまそうなキノコを手渡した。これよ。これがあれば新商品を作れるわ。あなたのおかげよ。ありがとうね。やりましたね。こうして喜んでもらえると、頑張った甲斐があったというものです。しかし、キノコでどんな新商品を、楽しみなような、怖いような気分ですね。キノコ始めました。バッチリ解決。なんかちょっとさ、ノームのちっちゃい置物みたいなの組み合わせて、なんか可愛い鉢植えみたいなの作ってほしい。キノコで。でもうまそうやけん。何？食用にするの？食用？花屋さんで？ハッピーハッピー、可愛い。お！当たりー！久々に当たり来た気がするよ。さよなら天使ちゃんを手に入れた。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、ちょっと次回こそ桜を咲かせて結界を作っていきたいと思います。そのうちの一つが桜台地上の中にあったってこと？最初からもう私全然違う方向向いていきよったよね。